はい、今回は運動なしでも食事量を減らさずに痩せるための一つのルールという動画です。まずダイエット減量の前提としてトータルカロリー、1日の摂取カロリーを消費カロリーよりも下げないと痩せません。でもそんなのは当たり前の話で、じゃあどうすれば食事量を減らさずに摂取カロリーを減らすことができるのかについて今回は話していきます。トータルカロリーを下げるためのたった一つの大事なルールを教えます。それは食事の回数でもタイミングでも糖質制限とかマクロ栄養素のバランスとかでもなくて、カロリー密度の低いものを食べようっていうルールです。これはもうダイエット減量の核となる考え方です。痩せることができない人っていうのはこうたくさんの量を食べているわけじゃなくて、カロリー密度の高いものを食べてカロリーを効率よく摂取している人がもうほとんどです。なので痩せたければカロリー密度の低いものを同じ量食べれば満足度も高くなるし、カロリーもかなり減らしやすくなります。カロリー密度っていうのは食べ物の重さ、例えば 1g に対してのカロリーの密度ですね。例えばチョコレートとかシェイクリームとか、ポテトチップスとか、コーラですね、重さとかその量に対して食べやすさに対してカロリーがたくさんあります。なのでカロリー密度が高いっていう風になります。逆にこう野菜とかじゃがいもとかさつまいもとかバナナ、あとは鶏肉とかいうのはカロリー密度が比較的低くなります。太りやすい食べ物っていうのはカロリー密度が高い場合がほとんどです。さっき言ったポテトチップスとかシュークリームとかチョコレートとかコーラとかですね、こういうカロリー密度が高い食べ物っていうのは効率よくカロリーを摂取できてしまうので、自然と1日のトータルカロリーが上がってしまう食べ物です。でこのカロリー密度が高い食べ物で食事制限なりカロリー制限をしてしまうと、量が自体は少ないのですぐ食べ終わってしまうので、こう食べた感とか食事の満足度も少ないので、こう失敗しがちになってしまいます。食べ物っていうのはたくさんの量、重さであったりこう大きさですねを食べた方が満腹感とか満足度は同じカロリーなら出やすいです。実はほとんどの人はたくさんの量を食べているわけじゃなくて、カロリー密度が高い食べ物を普通の量を食べているだけで取ってしまいます。さっき言ったカロリー密度の比較的低いもの、例えば野菜とかフルーツとかじゃがいもとかさつまいも、鶏胸肉とか鶏もも肉とかで太れる人ってほとんどいないと思います。これだけを食べて太ろうと思ったらなかなか難しいです。これで太れたら本物ですね。それはそれで才能があるので、何かパワー系のスポーツとかをした方がいいです。で、一番カロリー密度が低い食べ物っていうのも野菜になっちゃうんですけど、いきなり食べ物を全て野菜に置き換えてしまうと、ハードルがかなり上がってしまうので、今回はある程度こう満足感の高い食材でカロリー密度の比較的低いものを紹介していきます。例えばこうカロリー密度の高いものと低いものを同じカロリーで比較してみると、あとシュークリームですね、これが340キロカロリーと同じカロリーで比較的カロリー密度が低いもの、さっき言ったさつまいもですね、これだと普通サイズの1本ですね、 260g がだいたいシュークリーム1個と同じカロリーになります。実際に比べてみるとかなりの重量差と大きさの差があります。あとはシュークリーム1個だとバナナ3本と、ゆで卵2個とだいたい同じか、むしろバナナ3本とゆで卵2個の方がカロリーは低いです。あとはもう皮を剥いだ鶏もも肉1枚とじゃがいも1個の方がシュークリームよりもカロリーは低いです。で鶏肉とか、肉系は焼くと油が落ちるので、ここからさらに10キロから20キロカロリーぐらいはカロリーが低くなります。前に紹介したグリルチキン、皮がついた状態でもカリカリに焼けば油が落ちるので、ささみとか鶏むね肉に抵抗がある人はかなり食べやすい食事になるんじゃないかなと思います。さっき言ったバナナ2本とゆで卵2個と、あとは鶏もも肉じゃがいも1個、ご飯でもいいんですけど、ここにさらにカロリー密度が低いブロッコリー 60g を加えて、まだシュークリームよりポータルカロリーは低いです。こういう風にカロリー密度が低いものをたくさん食べた方が満足度も出やすくて痩せやすくなります。チョコレートとかシュークリームってかなり効率よく食べることができるんですけど、同じカロリーをさつまいもとかゆで卵とかバナナとかで摂取するのって結構大変ですよね。砂糖の入ったお菓子、ケーキとか、またコーラとかポテトチップスとかで500キロカロリー、600キロカロリーを摂取するのは簡単ですけど、カロリー密度が低いさつまいもとかじゃがいも、ゆで卵、鶏もも肉とか鶏むね肉、ブロッコリーで500、600ってなると大概の人はお腹いっぱいになります。でこういう風に置き換えていけば、無理なく食事量を減らさずに、むしろ増やしてもトータルカロリーを減らしやすくなります。もっとやりやすい例でいくと、例えば食パンよりもベーグルの方が脂肪分が少ないので、カロリー密度が少しベーグルの方が低いです。なのでいつも食パン1枚を朝食で食べている方は、それをベーグル半分に変えるだけで同じ重さで少し摂取カロリーが落ちます。ベーグルの方が食べ応えがあるので満足度も高いです。こうやっていつもの食事から少しずつこうカロリー密度が低いものに置き換えてあげると、自然と摂取カロリーは低くなっていきます。
さらにこうより効率よく1日のトータルカロリーを減らすためにカロリー密度の低い炭水化物とタンパク質をメインに食べましょう。例えばご飯と鶏ももでも大丈夫です。あとはさつまいもと、まあ、卵とかバナナとヨーグルト、まあ、パスタを食べるにしてもシーフードがいっぱい入ったパスタっていう風に炭水化物とタンパク質を組み合わせてあげるとカロリー密度も低くなって満足感も得やすいです。でタンパク質っていうのはこうカロリー密度が比較的低いです。食べ応えがあってカロリーも低くなります。で高タンパク食は食欲も抑えてくれて自然と1日の摂取カロリーも抑えてくれます。さらにこうタンパク質を多めに摂取しながら筋トレも行っている人は引き締まった体にもなりやすくなります。で筋肉量が増えると基礎代謝も上がるのでさらにまた痩せやすくなります。炭水化物だけになってしまうと結構たくさん食べることができるのでタンパク質を一緒に摂取するタンパク質と炭水化物っていう風に組み合わせることでたくさん食べてしまうことを防いでいきます。例えばこううどんとおにぎりとかラーメンとチャーハンっていう風に炭水化物と炭水化物を組み合わせるとまあ美味しいんですけど効率よくカロリーを摂取できてしまうので、まあ、炭水化物とタンパク質さっきの例で組み合わせていきましょう。カロリー密度が低いものの中で自分が好きなものっていうのを選んで食べていきます。でなるべく脂質は抑えめにしましょう。油分っていうのはカロリー密度が基本的に高いので、まあ、脂肪分が多い肉、豚バラとか霜降りのお肉、脂身がいっぱいついてるお肉とか鶏の皮がついてる鶏肉だったり、あとは揚げ物はカロリー密度が高いので控えめにします。まあ、さっきの朝食の例でいくとパンと目玉焼き1個とウインナー3本ベーコン2枚っていう風な食事、373キロカロリーなら、まあ、脂質の多くカロリー密度が高いウインナーとベーコンをやめて目玉焼き1個と鮭の切り身にするだけで240キロカロリーになってマイナス130キロカロリーになります。まあ、こういう風に単純に量自体を減らすんじゃなくてカロリー密度の低いものに置き換えていきます。カロリー密度が低い炭水化物の例でいくとさっき言ったさつまいもとかじゃがいもバナナ、あとはオートミールですね、あとはベーグル、かぼちゃとかもいいですね、あとリンゴとかも OK です。でご飯とかパスタっていうのはカロリー密度がそこまで高くもないんですけど低くもないし結構食べ過ぎてしまうものなので必ずタンパク質と一緒に食べること、タンパク質炭水化物で一緒に食べることですね、これを守ってください。でタンパク質を選ぶときは脂肪の少ないもの、まあ、皮を取った鶏もも肉とか鶏むね肉とかささみとか砂ずり、あとは牛肩とか豚ヒレとかですね、あとゆで卵とか魚介類もいいです。焼き魚とかエビ、イカ、貝類ですね、ちくわとかもいいです。あとは乳製品でいくと低脂肪のヨーグルトとか豆腐とか納豆とかですね、こういうのを炭水化物と組み合わせると結構満腹感も出やすくて満足感も得やすいです。お腹も減りにくくなります。でこれでももっと食べたいとかカロリーをオーバーしてしまう場合っていうのはさらにカロリー密度の低い野菜とか果物、例えばブロッコリーとかトマトとかパプリカとかリンゴとかをたくさん食べてあげることで満足感をまた得やすくなります。あとは汁物とかスープとかもかさが増えて満腹になりやすくなります。定食に行ったらひじきとかめかぶとかの海藻とかきんぴらごぼうみたいな野菜の小鉢とかもつけるといいですね。あと野菜がたくさん入った豚汁とかを頼んでもらってカロリー密度の低いものをたくさん食べるようにしてあげます。結構これがありがちなんですけど液体でカロリーを摂取するともったいないのでなるべく液体でカロリーを摂取しないことですね。コーラとか炭酸飲料で飲み物とか液体で摂取するのはもったいないですよね。普通のコーラじゃなくてゼロカロリーのコーラとかを飲んでもらう、あとは牛乳とかも意外とカロリーが高いので料理とかあとシリアルにかける場合とかは低脂肪の牛乳にっていう風にした方が無理なくカロリーを抑えることができます。あとは調味料を選ぶっていうのもすごく効果的です。例えばマヨネーズであったりシーザーサラダドレッシングみたいなクリームケアのドレッシングっていうのはカロリー密度が高くなります。油分が多いものっていうのはカロリー密度が高くなります。例えばじゃがいもとかブロッコリーとかせっかくカロリー密度が低い食べ物でもマヨネーズとかをかけてしまうとカロリー密度が高くなってしまいます。なので基本は塩コショウとか醤油とかノンオイルドレッシングとかで味付けするとカロリーを減らしやすくなります。でノンオイルドレッシングじゃ物足りないよっていう人はサラダにアボカドとかをトッピングしてあげればコクも出るので満足感も高くなります。当たり前なんですけど、砂糖とクリームの入ったお菓子をやめましょう。基本的に加工された食品っていうのはカロリー密度が高くなります。お菓子は基本ですね。砂糖であったりバターであったり生クリームが入っているもの、またポテトチップスみたいに揚げてあるものですね。こういうものは大量に食べやすいので気をつけた方がいいです。こういうのはたまに食べるようにした方がいいですね。どうしても甘いものが食べたい方っていうのは和菓子とかカロリーオフのアイスとかそういうもので代用するといいと思います。ジャンクフードが我慢できない方っていらっしゃるんですけど、ジャンクフードはたまに食べた方が絶対美味しいです。いつもジャンクフードを食べてると舌が油に慣れてしまうんで美味しさが半減してしまいますね。
いつもはこうカロリー密度の低いものを食べて、たまにジャンクフードを食べた方がもうすごく美味しく感じるので、たまの楽しみにすることをお勧めします。まあ、僕も結構トレーニングを始める前まではジャンクフードとかを結構食べてたんですけど、やっぱトレーニング始めてカロリー密度の低いものを基本的に食べるようにして、ジャンクフードを食べた方がやっぱ美味しく感じますね。日常的にジャンクフードばっかり食べてる人は、まあ、その頻度を少しずつ減らしてあげて、3食ジャンクフードの人は1日1食をカロリー密度の低いものに変えてあげて、そこからだんだん頻度を上げてあげるっていう風に少しずつ変えてあげればいいんじゃないかなと思います。できれば3日に1回とか1週間に 1,2 回っていう風にしてあげた方が体型は良くなりやすいですね。まあ、以上のたった一つのルールですね。カロリー密度の低いものを食べる、これだけでダイエットは成功しやすくなるので皆さん覚えておいてください。はい、今回は運動なしでも食事量を減らさずに痩せるための一つのルールという動画でした。で、最近サブチャンネル作ったので、そちらの方も登録よろしくお願いします。まあ、結構、あんまりこう気軽に作ってあげるだけなんであれなんですけど、よければリンクに貼っておくのでよろしくお願いします。はい。